どうもどうも、こんにちは、ションさん。こんにちは。あの、ね、皆さん、これあのションさんです。ションさんは、パラモールの PR を担当している、方です。日本の方たちがパラモールに行って、楽しいなっていう、なんかそういうのを紹介してもらおうと思ってションさんに来てもらったんです。いっぱいありますよね。やっぱカハラモールでは100店舗以上のショップやレストラン、割と家族向けの人たちにとってもすごいいいところ。そうですよね。セレクトショップとか、うん、おしゃれなファッションもいっぱいありまして、セレクトショップ、あ、そうね、セレクトショップいっぱいあるよね。例えば33バタフライっていう、33バタフライ、うんうんうん、あのお店ではちょっとフェミニンのファッションがあって、うんうん、もう洋服とアクセサリーなど、うん、あと、うん、あのタラブーンデザインハウスっていう、タラブーンさんもともとハワイ生まれ、ハワイ育ちだけど、うん、ヘンリー・ベンデルの百貨店と、あとダナ・キャランのデザインも全部しまして、それで彼女が全部キュレートしたファッションを置いてあって、あとオリジナル T シャツとかもございます。なんか、あとコンプリートキッチンもいいよね。キッチン用品、コンプリートキッチンはやっぱりいろんなキッチン用品いっぱいあるんですので、のなんか可愛いお土産、あともうみんなパンケーキ好きだから、パンケーキミックスとかアイスティーミックスなどもある、うん、あとなんかザ・ペーパリーっていう雑貨屋さんね、ちょっとステーショナリーとかカードなどがあるから、うんうんうん、ちょっとなんかお土産にいいと思いますね、うん、ホールフーズもある。ホールフーズ、それはね、もうみんなホールフーズのエコバッグとか、うん、あの結構充実してんだね。そう、アルマーナとか人がすごいいっぱいいてさ、歩きづらかったり、うん、そういうことあるけど、パーラモールはさ、空いてるじゃない。そうそう、大きな空間で、うんうん、もうゆっくりショッピングできる、ゆっくり維持できるかな。なるほどね、うん、これはいいですね。わかりました、ありがとうございます。